月板が積んであるのを横から見た例様々な決めの月板。月板は天然の木材を薄くスライスした板材である。月板とは天然木を薄くスライスしたものである。様々な用途がある。ざっくり言うと、例えば木工用の表面化粧材、非木製品の表面を木製化などがある。また、後半の材料としても用いられる。繊維板の表面等にも用いられる。 表面化粧材という用途の方を分かりやすく一般家屋で使われている例を挙げると、例えば家具、ドア、床材などの表面に貼られている。つまり大量に用いられる材木というのは外見はあまり良くないものが多いが、その表面に比較的木目の美しい月板を選んで貼ることでまるで化粧のように見た目を変えているわけである。天然木の一枚板は 悲鳴は美しいものも多いが、湿度の変化や、温度の変化や、経年の変化が原因で、反り返ったり、歪んだり、割れてしまったりする。家具の材料や、建築材料としては、難点があるわけである。また天然木の一枚板は、高価になりがちである。よって機材には、合板や、他の木材など反りの少ないものや安価なものを、用いておいて、表面だけ付き板を貼ったものを作ることで、 物体的にも、視覚的にも優れ価格も一枚版より抑えた木材とすることができる。厚さは用途に応じて異なった厚さのものが用いられている。薄いものでは0.2から0.6ミ、mm、リメートル程度である。厚いものでは数ミリメートル程度。後半の表面に月板を貼って塗装などで仕上げたものは月板仕上げ、月板張りなどという様々な分類法がある。 まず、材料となっている樹木の種類で分類する方法があり、樹木の種類の数だけ月板の種類があると言ってもよい。例えば貸子月板、杉月板、オーク月板、といったように膨大な種類があるわけである。また、カットの仕方、決めで分類する方法もある。まさめ、板目、木目、ブロックなどがある。希少性の高い美しい木目を持つ木材が用いられたものは、 特に、名木短板とも呼ばれる。炭素木材に比べると、壁材、床材、天井材の使用面積に対して天然木の表情を生かしたまま、木材の特徴である、生活性能や環境性能を兼ね備えた上で、後半としての、廉価、反りがほとんどないという利点を活用でき、有限な木材を最大限に有効活用できる手法である。しかし、元の木材が、 世界的に、希少価値が高く高価な場合は、いかに月板とはいえそれなりの値段になる。合成樹脂を浸潤させることで、あるいはフィルムコートや特殊な紙により裏打ちを施す、ことで、強度や柔軟性を増し、応用範囲を広げた月板も出現している。欅なら、ヤッチダも、霧、ヒノキ、杉、マホガニー、ウォールナット、オーク、チーク、ローズウッド、土地、 黒柿、塩地、ニレ、カバ、サペリ、ウェンゲ、ゼブラウッド、シタン、黒炭など。原木を短板の材面に応じて製材し、割れを防ぐために加熱した上で巨大なカンナのようなスライサーにかけて、刃物あるいは木材を往復させて切削する。後半あるいは短板積層材用の短板を製造するための機械として、円柱形の木材を料理のかつら向きの要領で剥いていく。 ベニヤアレースがあるが、これとほぼ同様の機構のハーフラウンドベニヤアレースで月板を切削することもある。ありがとうございます。